はい、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、トヨタ LQ のモデルをチェックしていきます。はい、しっかり見ていきます。こちらのモデルはトヨタ LQ のモデルになってます。2020年3月発売になったニューモデルだね。まずはボディカラーの方を見ていくと、全体的なボディカラーはこれはパールホワイトっていう感じのカラーリングかな。一部ブラックの塗装とかも疲れてあって、なかなか引き締まった印象だね。まずはフロントの方から見ていきます。中央の部分には LQ っていうプリントがされてあるね。この部分はナンバープレートが装着される位置なのかな。そして少し上の方を見ていくと、この部分にはトヨタのハイブリッドのマークがプリントされてあります。グリル周りというか、このアンダーの部分とかブラックとかゴールドでしっかりと塗り焼けがされてあっていい感じだね。微妙にこの辺りも何かライト類のようなものも、これはホワイトで塗装がされてあるのかな。そしてこのままボンネットの方を見ていくと、ボンネットの部分はブラックで塗装がされてあるね。そしてこの部分、窓ガラスは結構大きなクリアパーツになってるね。ルーフの方もこんな感じでブラックの塗装になってます。助手席側の側面の方を見ていくと、こんな感じで近未来の車ということもあって、かなり丸みを帯びたデザインだね。一番注目される部分はこのクリアパーツの部分だね。実車の部分でいくとガラスの部分っていうことだね。この部分がフロントのドアになってて、この部分がリアのドアだね。上部の部分と足元の部分までガラスで、こんな感じで実車の方もできるのかな。そしてトミカの部分では、このリアのガラス、この部分にもしっかりとプリントがされてあるね。この辺りなかなか細かな作りっていう感じじゃないかな。アンダーの部分にもしっかりとゴールドのラインが入ってます。でリアのタイヤハウスの部分は、ここはゴールドのような感じでプリントがされてあるね。実車の方もこんな感じのタイヤのホイールが見えないような形状になってるんだよね。リア周りの方を見ていくと、中央の部分にはトヨタのエンブレムがプリントされてます。その下の部分は LQ ってゴールドでプリントがされてあるね。さらにナンバープレートの部分にも LQ っていうプリントになってます。そしてその他の部分では、この辺りのゴールドのプリントだね。さらにリアウィンドウの部分にも、こんな感じでゴールドのプリントがしっかりとされてあります。パールホワイトのボディカラーの中にブラックとゴールド、なかなかこの辺りのコントラストがいい感じだね。アンダーの部分もブラックの塗装になってて、さらにゴールドの塗装、この辺りなかなかこだわった作りっていう感じじゃないかな。トミカでもなかなかレベルの高い作りだね。運転席側の側面の方を見ていくと、こんな感じで助手席側と同じデザインになってます。そしてこのまま上の方を見ていくと、こんな感じになってます。内装の方を見ていくと、ダッシュボード周りの部分はブラックで作られてあるね。結構この辺りもしっかりと作られてあって、ハンドルの部分もしっかりと作られてるね。だけど一番注目される部分っていうと、この座席の部分かな。この部分はホワイトのカラーリングになってて、中央の部分のコンソールボックスのような部分もしっかりと作られてるね。なかなか細かな作りでいい感じだね。やはりこんな感じでフロントガラスの部分とかサイドのガラスの部分とか、クリアパーツがたくさんあるので、内装の部分もこだわって作ったっていう感じかな。タイヤの部分はサスペンションがついてます。ホイールのデザインは、これはノーマルのトミカのホイールだね。だけど本来ここのシルバーのメッキのような感じになってんだけど、これはホワイトで塗装がされてあるね。その他のアクションの部分は、左右ドアの開閉とか、そういった類のギミックはついてないんだよね。シャーシの方を見てみると、トヨタ LQ 2019年のシャーシになってます。こうやって見ていくと、トヨタ LQ コンセプトモデルがしっかりとトミカで再現されてていい感じだったね。この LQ というモデルのこのガラスのデザイン、このクリアパーツでしっかりと作られてある部分、なかなか複雑な形状をしてるんだけど、しっかりと作られたね。サイドの部分のこのホワイトの部分は、ここはダイキャストでしっかりとできてて、この辺りはクリアパーツでできてるんだよね。なかなかこだわった作りっていう感じかな。そしてこれだけクリアパーツがたくさん使われてると、内装の方もしっかりと見えてくるんだよね。なのでこの辺りもしっかりと内装デザインも作られてあっていい感じになってました。だけどちょっと一つ残念なのは、やっぱりトミカらしさという点で、このホイール、ちょっとタイヤは少し寂しい印象だね。
このあたりも実車のデザインをイメージしたようなホイールになってたらもっと良かったね。そしてこのトヨタ LQ というモデルは実車の方では自動操縦 AI とかそういった最新の装備が搭載されてて、今後いろんな自動車イベントとかで登場してくるんだね。そしていずれは街をこういう車がたくさん走るようになるのかな。楽しみだね。箱の方は正面のパッケージにトミカの写真だね。側面の方はこんな感じだね。裏の方を見てみるとこんな感じになってます。パッケージ自体も結構大きめのサイズになってるね。通常のトミカのサイズだとこんな感じなんだよね。なのでだいたい2つ分ぐらいの箱の大きさになってるかな。でこちらのパッケージをこんな感じで開けてみるとトミカがこんな感じで収納されてて、そしてこの部分にはトミカの実績のようなものが書かれてあるね。ここの部分を少し読んでみると、トミカが誕生したのは1970年、そして現在までに累計で1050種類以上の車種が発売されてるんだね。そして累計では6億7000万台を超えて3世代にわたって愛されてますって書かれてあります。6億台、うん、なかなか想像できない台数だね。はい、今回はトヨタのコンセプトモデル、トヨタ LQ のモデルをチェックしてみました。トミカの方では発売前の一番初めの時は秘密の新車ということで車種が公表されてなかったモデルなんだよね。秘密の新車かなり期待してたんだけど、トヨタのコンセプトモデルだったんだよね。トミカでコンセプトモデル、そういったモデルって過去にもいくつか発売されてるんだけど、やっぱりコンセプトモデルってなると若干人気は抑えめになってくるんだよね。まあ今回のこのトヨタ LQ のモデル、どれぐらいの人気になってるかちょっと定かではないんだけど、私はオンラインショップの方で予約をして購入をしました。なので店頭の方ではどれぐらいの人気になったかちょっと気になるところだね。実際こちらのモデルを手に取ってみると、やはりこのクリアパーツのこのガラスのデザインの部分だね。ここがかなり特徴的なデザインで、しっかりと作られてあるところが良かったかな。パッケージデザインの方にはトミカ誕生50周年のロゴとかそういう記念ロゴは入ってなかったんだけど、やはりこのパッケージのコレクション用ボックスだね。この部分も何か近未来のデザインがトミカと同様にデザインされているところが良かったかな。そしてこちらのトヨタ LQ のモデルというのはおそらく生産台数とかもトミカでは限られてるんじゃないかな。というのもやはりナンバリングとかされてないので、気になる方は早めに手に入れておいた方がいいかな。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。